スクルージ・マクダックはカール・バークス原作によるウォルト・ディズニー・カンパニーの漫画およびアニメのキャラクター。東京ディズニー・リゾート等のサイト内ではアンクル・スクルージと表される場合もある。彼が初めて登場したのは1947年12月出版のドナルド・ダックを主人公としたディズニー・コミッククリスマス・オン・ベアーマウンテンであった。 1952年出版のコミックブック、アンクル・スクルージでは主役を務めている。スクリーンデビューは1967年のスクルージ・マクダックとお金である。名前は、チャールズ・ギケンズの短編小説、クリスマス・キャロルの主人公である冷酷な老人エベニーザ・スクルージに由来しており。ザウの名は、ホルトゥーナ・フェイブット・フォーティバス。架空の街ダックバーグに住む、年老いたアヒル。 ドナルド・ダックのおじ。お金を何よりも愛する世界一の金持ちだが、ドナルド・ダックの老いである三つ子、ヒューイ・デューイ・ルーイとの出会いによりお金より家族を大事に考えるようになる。1987年スタートのテレビシリーズ、ワンパク・ダック夢冒険では主人公を務めた。しかし老いであるドナルドとの共演は極めて少なかった。かなりの倹約家であり、常に お金儲けのことばかり考えている。自分の所有する、お札の番号をすべて暗記しており、様々な財宝を探し求めているが、お金なら何でもいいわけではない。身につかない、あぶくぜには欲しがらず、事業で正当に稼いだお金や苦労して探し出した財宝にだけ貪欲でハイリスクのギャンブルにも興味がない。ただなどの言葉に弱く、基本的にお金を払いたがらない。銀行経営者。 成果会社社長、資産家、実業家、投資家、コイン収集家、冒険家などといった様々な顔を持つ。1867年、スコットランド生まれ。生まれて初めて自分の手で稼いだ10セント効果が米国のものであったことから米国に興味を持ち、渡米した。各地を転々とし、ゴールドラッシュ最中のクロンダイクを訪れ近海を発見し、石油や、 ダイヤモンドなどで資産を増やし、最終的に世界一の金持ちになった。お金にがめつい、若い頃の恋人ゴールディオギルトとは、今でも愛し合っているが別々に暮らしている。結婚したら、財産を分けなければならないという理由で生涯、独身を通すと決めている。趣味は、金貨が大量に保管してある金庫をプールに見立てて、泳ぐこと。また、レジスターを、 ピアノのように演奏したり、故郷であるスコットランドの民族楽器バグパイプの演奏を好むが全くもって下手。フェンシングの腕はかなりのもの。好物はスコーンである。基本的な性格としてリーダータイプで気が強く、スコティッシュで少々口が悪い。しかしナンバーワンダイムを失うなどで、スピリッツが折れると寝込んでしまい、そうした時はドナルドやミッツコと立場が逆転する傾向にある。 ワンパクダック夢冒険の構成では、前半は金の亡者だが、後半は情に熱く子供たちを導く大人として描かれるケースが多かった。ダックテールズでは、あまりがめつくなく勇敢で現実的な冒険家として描かれており、9位、10位、ル,ーイ,ルーイのいたずらに加担したり、お金よりも冒険を優先する人物になっている。ハウス・オブ・マウスでは、ライバルのフリント・ハートのような、 強欲な悪役のように描かれていた。一方、クリスマス作品では、いたずらばかりする子供たちに、かつて自分は、サンタの良いコリストに乗れなかったと話すなど、家族や友人を思いやる一面を見せている。トゥーンタウンオンラインではジャイロが発明した、失敗作のロボットを、触るな。危険という注意書きがあったのにもかかわらず、金儲けがしたいがために無視して勝手に起動させ、 騒動を引き起こしてしまった。マチルダ・マクダック、ホーテンス・マクダックという二人の妹がおり、ホーテンスが、ドナルド・ダックの母親。スクルージのマクダック持つ10セント効果、ナンバーワンダイムは、うんぱくダック夢冒険吹き替えでは見ゆき、運の金貨と呼ばれたことがあったが、本来はその呼び方はしない。言語版では1960年のアルバム、ドナルド・ダックヒズ・フレンズのダラス・マッケノン。 1967年のスクリーンデビュー作スクルージ・マクダックとお金のビル・トンプソンを経て1983年のミッキーのクリスマス・キャロルからはアラン・ヤングが専属声優になり2016年に老衰で逝去するまで出演した2017年のリブート版ダック・テイルズでは俳優デイビッド・テナントが担当している 日本語版では1980年代のポニー版、バンダイ版のミッキーのクリスマスキャロルで、吉水慶、テレビ東京版、バンダイ版、ワンパクダック夢冒険の内海賢治を経て、ブブ版初代の北村孝一に統一され、2007年に、制御するまで専属で担当した。2008年のディズニーシンク早押しクイズからは、インアツ氏が引き継ぎ、2016年にミッキーマウス、 49話をもって降板後、2017年のドナルド劇場ミッキーマウス。クリスマススペシャルから尾形光が担当している。トレードマークは、くちばしの上に乗せるようにかけている小さな美顔鏡とシルクハットに素敵。ワンパクダック夢冒険の作中と東京ディズニーランドのエントランスと東京ディズニーシー内でのキャラクターグリーティングでの服装は青字に、 袖口と襟とベルトが赤の服。東京ディズニーランドのトゥーンタウンでのキャラクターグリーティングではオレンジ位置に襟が紫の上着に黄色のスカーフ。2017年に制作開始されたダックテールズではコミックスと同じく赤い服を着ている。原作であるアンクルスクルージシリーズでは赤字に灰色の袖が基本だがいくつかの色が存在している。ありがとうございます。